ますクッキング。今日やる料理はね、今日もねめっちゃお腹空いちゃったんで、今日も簡単丼やります。はい、調理スタート。はい、今日のね材料説明いきます。はい、キャベツね、ざく切りにして、これキャベツ 150g、 それからねベーコンこれ 38g ね、それからはいツナ缶1缶、はいこんだけです。あとね、あとこれ丼するんで、あとご飯は適量ね。はい、こんだけです。はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まずね、ベーコンはね、こんな感じでね、大体まあ5ミリぐらいにこうやってスライスしときます。はい、そしたらね、ツナ缶はね、こう開けたらね、ちょっとね、余分なオイルちょっとだけ切って、はい、こんな感じで準備しておきます。はい、これで準備 OK です。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まず油大さじ1杯。はい。よし。はい、したらまずね、ベーコンちゃん炒めていきます。はい。はい、ベーコン炒めてね、香ばしさが出てきたところで、はい、キャベツ投入します。はい。はい、同時にね、もうツナ缶も全部入れちゃいます。はい。はい、そしたらね、やりつけいっちゃいます。はい。まずね、お酒大さじ1杯ね。お酒大さじ1杯。それにね、今日もね、ソーミンシャンタン。これをね、これもう小さじ3分の1ぐらいですよ。ほんのちょっとでサイコン入れて、はい。はい、そしたら、さらに、まずはマヨネーズ。マヨネーズね、ビューンってここでね、大さじ大体2杯ぐらいかな。また入れて。そしたらね、最後にね、お醤油ね、お醤油を、小さじ半分ぐらいかな。ほんの少しでいいよ。はい、こんな感じで入れて。はい、こんな感じで全体に味が絡まって、ちょっとね、キャベツがちょっと、しなっとしてきたら、はい、完成です。はい、おいしたらね、はい、できたてのこのキャベツ炒めをご飯の上にたっぷり乗っけて、はい、はい、完成しました。今日の簡単丼ね、はい、キャベツの、ツナマヨ丼の完成です。めっちゃ簡単、めっちゃ美味しそう。よっしゃね、早速ね食べてみたいと思います。はい、今日の感じはこんな感じだよ。はい、美味しそうに取れてるかな、どうかな。はい、こんな感じです。よし、じゃあ今日もこれを食べる前に、はい、チューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい、もう満足してほしい。よし、今日の感じはね、こんな感じだよ。美味しそうかな、どうかな。よし、よいしょと。じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。いただきます。はい、いただきます。これはもう、めちゃめちゃ美味しい。へへー、もうね、このね、炒めたキャベツの香ばしさと、それにまあ、味付けがね、ほぼほぼツナマヨなんで、うん、間違いないですよね。それにそのね、香ばしく炒めたベーコンの塩気がちゃちゃっと入ってきて、めちゃめちゃ美味しいです。これはもうまずいわけがないです。おいしい。このキャベツの甘みとね、このマヨネーズとツナのコク、めちゃめちゃ合ってますね。これはもう本当に簡単なんで、まあキャベツさえあれば、まああとはね、あのベーコンとツナ、うん、この最強コンビで、今日はこのマヨネーズのどんぶり作ってみました。めちゃくちゃ美味しいんで、皆さんやってみてください。今日のこの簡単どんぶりね、キャベツのツナマヨ丼、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。